暖かい日差しに囲まれて、私たちは今日無事に卒業式を迎えることができました。私は今とても晴れやかな気持ちと充実感に満ち溢れています。おそらくみんな卒業式を迎えるにあたり、入学当時から今日までを振り返ったことでしょう。夢や希望にあふれることはなく、ただ家から近いという理由だけで通ってる生徒がほとんどの我が母校。進学校でもスポーツ強豪校でもない、何の長所も取り柄もない我が母校。校舎はカビ臭く、夏は通気性が悪くて暑いのに、冬は隙間風が入り寒いという矛盾だらけの我が母校。そんな授業料だけは無駄に高い私立のくせに、貧乏臭くてケチ臭くて新規臭くてカビ臭い、何もかもがうさん臭い我が母校ですが、そんなボミ高校でも共に学ぶたくさんの仲間たちがいました。少年法と報道規制に守られ、やりたい放題のませたバカなチンパンジーたち。やつらは勉強や部活動にはもちろん精を出さず、性のことに精を出してばかりでした。この学校には2種類の生徒がいます。不純異性交友のことしか考えていない発情期の猿と、異性交友すらできない負け犬。学校というより動物園といった方が的確でしょうか。毎日チンパンジーを観察してると思えば、いくらか楽しい学校生活でした。校舎も生徒もゴミなら、教師ももちろんゴミばかりでした。私は入学時こう思いました。ここはゴミ集積場かなと。そんな入学したばかりで戸惑う私を見て、当時の担任の谷村先生はこんな言葉をかけてくださいました。5万でどうかな。こんな思い出深い学校生活を振り返り、私はこう感じました。無駄な3年間だったなと。また本日お越しの保護者の皆様、私たちをここまで育ててくれた保護者の皆様にお伝えしたいことがあります。一体どんな教育をしたらこんなバカな脳なしチンパンジーを育てられるんですか。こんな TikTok で恥ずかしげもなくアホ面を晒して踊ってるようなろくでなしを育てたくせに、よく恥ずかしげもなく卒業式に顔を出せましたね。どの面下げてとはまさにこのことです。私は同級生たちを見て、親の顔が見てみたいと常々思っていましたが、今日その夢が叶いました。そして保護者の方々の顔を見てこう思いました。道理でこんな言葉があります。親が親なら子も子だな。この言葉を今日以上に実感することは今後の人生でないでしょう。本当に何の価値もないゴミがゴミでゴミを育てるゴミ学校でした。だからこそ私はこんなゴミみたいな学校を卒業できて、新しい門出を迎えて非常に晴れやかな気持ちでいっぱいです。こんな学校の思い出は卒業式が終わったと同時にすぐに忘れてやります。私の貴重な脳みそのスペースがこんな価値のない思い出で無駄に使われることは許しません。それでは卒業生の皆様、在校生の皆様、保護者の皆様、先生方、さようなら。卒業しても二度と話しかけないでください。あなたたちとはただの他人です。もう一生関わりたくないです。皆様の不幸を心より祈念し、当時の言葉とさせていただきます。卒業生代表、3年3組、時田かな子。いや、俺らのイカれたファッキン生徒会長からの生かした最高の当時だったぜ。みんなのバイブスが最高潮にぶち上がったところで、卒業式はここで終わりだ。この後夜10時からクラブ体育館で朝まで卒業パーティーやるぜ。以上、校長でした。